高森和子は、日本の元女優、エッセイスト。大阪市東住吉区出身。NHK 大阪制作の連続ドラマ、姉妹。左から、岡崎幸、杉山光弘、高森和子。小学校時代、友井ゆき子にクラシックバレエを4年間習った。1950年、東、大谷高等女学校を卒業。 学生時代はバレリーナを目指し友いバレエ団に在籍。1951年、大英京都撮影所に入り、映画、上州ガラスでデビュー。1953年、姉が NHK に在籍していた縁で、大阪放送劇団へ入団。正確な大阪弁が話せる女優として、大阪制作ドラマの売れっ子となる。 1966年、横堀川の主人公の妻役や、1973年、八草薫ら三姉妹の母親役を演じた、決体な人々などで次年齢よりもかなり高齢の、不役を多く務めたことで知られる。同年、同番組の演技により、日本放送作家協会女優勝を受賞。1983年、おしんで演じた、シュートメ役が評判となる。 その後、舞台でも女優として活躍する。九百八十六年、母の追い、地方に筆を向けた辛口の母と娘の付き合い記録、母の言い分を出版三十万部のベストセラーとなる。九百九十年、女優としての活動を引退して、新聞などの執筆や講演に専念。二千八年、朝日新聞厚生文化事業団に二億円の寄付を、 行った。ありがとうございます。